はい、前回紹介した野鳥観察の森&水生園のすぐ隣にある小畑緑地の中央園を今回は紹介します。ここがそうですね。ここは比較的最近になってできたところと思われます。この小畑緑地というところは非常に大きな緑地公園でして、本園、西園、東園、中央園の4つがあります。本園、西園、東園は知っていたのですが、今回のこの中央園は知りませんでした。いろんな施設があって、賑やかな他の3つの園とは違い、ここは静かですね。あ、バッテリー、切れそう。バッテリー交換しました。もう少し時間が経てば木々が生い茂り、草とかも生えてきて、もっと良い雰囲気になるのではないでしょうか。あれ、道に出ちゃう？車道に出てしまいましたね。続きはどっちだ？とりあえず、こっちに行ってみよう。しかし、そもそも、続きがあるのか？あれで終わり、っていうこともあり得るよな。よかった、あった。でも、てっきりこっちに行くと思ってたのに。こっちの方向へ行くということは、入り口のあった車道の方へ行くということですかね。周りの様子はこんな感じ。ここもまだ新しい道って感じですね。
そういえば、誰とも会いませんね。さっきの車道と並行してる感じなのかな。分かれ道ですか？右はきっとさっきの車道に出るんだろうな。で、こっちは？休憩所があって。車道に出るんだ。水星園の出入り口があった道かな。じゃあこっち行ってみよう。出入り口っぽいですね。案内板あるし、こっちから入った方が良かったみたい。はい、ではこの辺で終わりにしたいと思います。道が新しく、木々の中を歩いている感覚はやや乏しい気もしますが、小畑緑地の中でも一番静かな場所とも言える気がします。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければ、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。